こんにちは、今日もこのチャンネルへようこそ。はい、ということで、最近ですね、チャン大杯の動画を、お届けしていってたんですが、今回は、契約書引いていきたいと思います。はい、ということで、先日まで行われていた、このホームランダービーですね、このイベント、やりました。しっかりとね、やりきりました。はい、でこの報酬がいろいろあるんですが、多分目玉だと思うんですけど、どこですかね、どっかあります、どっかにあると思うんですが、こっちかな、あ、これだ、一番下にある S ランク契約書ですね。ここまで行きました。はい、頑張りました。はい、ということで今回このイベントの、契約書をですね、どんどん引いていこうかなと思います。はい、では行きましょう。で一応あのB ランクの契約書あるんですけど、まあもうあんまり動画でお届けする意味はないかなと思うんですけど、あ、これランク戦のやつもまとめて引いちゃいますね。これちょっとイベント外のやつですが、あ、まあちょっとこれはね、まあちょっとこう温めるって意味で引きましょう。 B はね、はい。自分はホームランダービーのイベント初めてやったんですけど、はい、なかなか面白かったです。ちょっと勘違いしちゃいますけどね、自分が打てるようになったのでそれはありますけど、まあはい、楽しかったですね。はい、でこの間あのチャン大杯した時に、一緒に対戦した方とフレンドになったんですけど、結構自分まあまあ上の方まで多分結構自分では頑張ったと思います。はい、はい、では次から A ランクですね。もう再三言ってますが、自分まだサードの A ランク以上の選手がいないんですよね。なのでそこが今日もかなと思うんですが、ではじゃあまず自チームじゃない普通の A ランク契約書いきましょうか。 A ランク 2枚ですか、2枚ですね。はい、じゃあ行きましょう。さあ、お願い、サード、サード、そろそろサード本当に出て。あ、今紙吹雪舞った時ってあれ暑いのかな。まあでも A が出ますからね。どうやっても。はい、サード、サード。あー、サード出ないか。まだまだまだもう1枚ありますから。サード、サード。あ、結構最近キャッチャー引くな。あ、ちょっと待ってくださいね。もしかして、あ、ツーシーム守ってないか。でも吸収豊富ですね。はい、あ、どうなんだろうな、なんか、あ、でも微妙なのかな、リアタイだと。なんかこう良さげですけどね、比嘉投手。選手はもうちょっと、森選手も、若月選手もいるんでね、キャッチャー S が。ちょっとあんまりあれかもしれないですが、はい、サード出ない。じゃあ次、自チーム契約書いきましょうか。はい、A ランクのね、はい。これでもう、あれですよ、ね、高橋周平選手が出れば何の問題もないんで、はい、じゃあ行きましょう。ですね、最近このプロスピじゃなくて乃木坂のアプリの方のガチャが自分めちゃめちゃ引きが良くて、すごいことになってるんですよ本当に。だからなんかこのプロスピのガチャが不安でしょうがないんですけど、実は乃木坂の方で運使い切ってんじゃないかなっていうのがある。あ、柳投手、あ、持ってない、あ、持ってない、うん、ニューですもんね。あ、柳投手結構嬉しい、うん、嬉しいですね。先発に入れようかな。はい、まだね、 S の先発1人しかいないんで、はい、あ、オーラと、あ、結構これサードを引けなかったですけど、先発2人はこれ大きい。大野選手すごいいいですよね。あ、めっちゃいいじゃないですか。はあ、はあ、あ、いいっすね。これはどら入れようかな、先発5枠に。大野投手はいいね、この、あ、ごめんなさい、通信もありますからね。はい、
サード出ないな、本当に。どういうことどういうこと。えでもこの A ランク1チームの引きはもうめっちゃ嬉しいです。チームこの、柳投手、大野投手を、ね、当てられたのは。はい、じゃ次が、じゃゴールド契約書、結構あるんですよゴールド契約書。はい、でなんかあれだ、先日あの里崎さんのチャンネル見て、あの里崎さんがガチャ引いてる動画見たんですけど、これあれ何パー、 S ランクの出る確率何パーって言ってたかな、 2.5 ぐらいって言ったかな、結構高いですよね。そんな高いんだとか、もうちょっと数字間違ってるかもしれないですけど、結構高いなって思ったんですよ。あ、9枚もありますね。さすがにまあ S までは言わないですけど、 A がは複数枚出たりとかするかな。はい、こんだけあれば、あ、ちょっとあのスクラッチログインのも入ってますけど、引きますね一緒に。はい、行きましょう。これはちょっと期待したいな。 S 出てもいいんだよ、全然いいんだからね。うん、そんな遠慮しないで出てもいいんだからね。うん、あ、来い、割れど、割れちゃえ、もう割れちゃえ、割れない。あ、でも A はキャッチャー、もうちょっとキャッチャーはもう、あ、そっか。いやでもまだ A ランクの選手は出るかもしれない。小林選手も嬉しいですけどね。キャッチャー、ここに来てキャッチャー渋滞がすごいことになってきたな。あ、中島選手まあ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  A ですね、 A。 お、あ、田口投手、まあまあまあ、でも先発、あれ田口投手って2020年シリーズって先発じゃない？あ、おお、小川投手、あ、いいっすね。あ、小川投手って結構良くなかったでしたっけ？なんかそんなイメージが。あ、まあでも3枚出ましたね。ちょっと見ていいですか？あ、田口投手って、あ、やっぱ中継ぎですよね、適正。まあ、先発適正もあるとは思うんですけど。あ、そうですよね。はい。田口投手って結構、なんか自分対戦したことあると思うんですけど、結構いいかもしれないですね。先発が一気になんか今回の、あ、まあ田口投手ちょっと中継ぎになってますけどね。はい、ピッチャーは結構、小川投手のツーシーム、なんかこの写真あんまり小川投手に見えなくないですか？うん、あんまり見えないな。ツーシームありますよね。あ、ありますよね。小川投手も結構いいかも。あ、なんか先発は本当にピッチャーはだいぶあのバリエーションが今回のでできたんじゃないかなと思いますね。はい、サード本当にサードが合ってない。さあ、もう期待すべきはもうこの最後の S ランク契約書。ここで出ればね、もう全てがもうここで出たらサードの選手が今回もうめっちゃ引き良かったと、全体的にここまではいいですから、うん、サード出てないだけで、ここでサードが出ればもう行きましょう。タイムアウトチャンス、さあお願いします。かぶりだけはやめて、お願い、かぶりはやめてね、お願い、サード選手お願いします。爆死だ、もうキャッチャー引きすぎてるんだよ。いや全然、なんか清水選手があれとかじゃなくて、もうなんで、なんでよ、もう、はあ、ちょっとサード出ない。いや清水選手、いやいいんだけどな。あの今自分あれなんですよ、若月選手をキャッチャーにして森選手を DH にしてるんですけど、もう S のキャッチャー3人いたらもうそれすらもできなくなる。いやー全然サード出ないな、どうしよう、本当にこんなに出ないことあんのかな。はい、いやまあしょうがないとはいえ、ちょっと本当にサードの選手そろそろ C ですね。はい、で、あのですね、あの以前までの動画であのガチャでなんか福袋のガチャあったじゃないですか。
なんか20連で S 確定だでしたっけ、で30連で自チーム S 確定っていうのがあったと思うんですけど、あれですね、自分引こうと思ってたんです、引こうと思ってたんですけどやめたんですよ。で、あのこのタイムスリップガチャをちょっと待ってみようかなって思って、で待ってて、まあいろいろ選手あのあったんですけど、あのドラゴンズが与田監督なんですよねいや全然いいんですけど、あの自分抑えの S 抑えですよね、ですよね、抑えの S2 人持ってて、まあ欲しいっちゃ欲しいけど、あとちょっとさすがにあんまりこう何ですか、例えば誰だろうな、そうですね、まあ、まあサファテ投手とか、まあ、今井選手とか、まあ、吉川選手もですかね、ちょっと岡島選手とか原監督とか、あとは、まあ、中島選手はかなり長い間現役やってましたけど、まあ与田監督とかってちょっとさあんまりこう思い入れみたいなのがあんまりってこうあんまり現役の時あんまり知らないっていうのもあるんで、そうそうなっていうのもちょっとあって、まあ、どんな選手が来るかなって思ってたんですけどね、ちょっと引こうかまた迷ってるんですよ。で自分引くとしたらですよ、まあ、これ今1096エナジー溜まってるんですけど、まあこれ3回引いてまあ誰か1人が出るっていうところなんですけど、自分ですね正直一番引きたいのが大和選手なんですよね。はい、あのパワープロの方の動画とかで結構話してますけど、自分あの乃木坂の大園桃子ちゃんと、まあ、同じ鹿児島の大隅地方っていう出身なんですね。はい、まあ、同郷なんですけど、で大和選手もそうなんです、実はその大隅の出身なんですよ。はい、まあ、他にもいろんなあの福留選手とか、あとはカープの松山選手とかもいたりとか、あとは戸柱選手とかかな、DeNA のその大隅出身の選手って何人かいるんですけど、まあ、大和選手はもうそうなんです実は。でなんかこれさっき見たらすごくないですかこれやばいっすよね。これ外野やってた時のあれですよね、多分センターが A なんでね、今はまあショートやってますけど、すごいですよね。あ、ちょっと救うとしたら大和選手かなと思ってるんですけど、でも今自分この購入6回でこう、まあ、これ6回購入すれば、まあ、あの自チームタイガースにして引けば、まあ、大和選手引けると思うんですけど、それができないんでかなり確率、まあ、12分の1じゃないですか。救いたいけどどうしようかなっていうところっすね。はい、あのちょっと本当に迷ってます。でこのあとあれがあるじゃないですか、あの熱いガチャ、あのなんとかガチャがあると思うんですけど、まあ、それまで1500貯まるかなっていうのも微妙なんで、まあ、ちょっと引くか引かないか迷ってるんですけど、まあ引くとしたらまあ3回引いて大和選手を救いたいかなっていう。全然大和選手出たら、まあ、センターというよりはショートとかに置きたいかなっていうところかなっていうのはあるんですけど、はい、まあ、ちょっとどうするかはまあ分かりませんが、はい、ということで、いやーハードほんと出ないなぁ。いやちょっと本当に、いやいつかは引けると思うんですけど、こんなに長い時間かかるとは正直自分思ってなかったですね。はい、まあちょっと本当にサード問題はまだまだっていうところですけど、まあ YouTube 動画的には美味しいですけどねそんなことですけど、はい、まあちょっとまあ、今後に期待ということでやっていきたいかなと思います。でですね、あのちょっと分かんないですけど、次の動画なんですけど、あの結構最近ずっとチャン大杯の動画上げてて、そのチャン大杯の前に普通にあのこのリアルタイム対戦やってたじゃないですか。でちょっともしかしたら次リアタイの動画上げるかもしれないです。で どうなるか分かんないですけど、もしかしたら結構成長した姿見せられるかもしれないです。あの正直ランクめっちゃ上がってます。はい、ちょっと成長した姿を見せれるかもしれないです。はい、もし開けた場合ですね、そちらもよろしくお願いいたします。はい、では今回ここまでになります。ご視聴ありがとうございました。